はい、といととうことで本日は第1回ウェブカメラ選手権ということでね、スマホ、アクションカメラ、ウェブカメラでですね、ウェブカメラとして使ったらどうなるかということをですね、ちょっとやってみたいと思います。ということで今回の出場選手はですね、こちらですね iPhone14 Pro とエポック、 カム、プロを組み合わせたタイプでございます。出身国としましてはスマホですね。タイプとしては万能選手。特技としては明るさ、彩色、コントラスト、ズーム、反転、拡大、縮小とかね、そんなものが全てできます。カメラ性能自体は 4K ですね。ただ入力としては HD クラスしか対応してないという感じですね。 あと、つながり具合としては Wi-Fi と USB 両方から行きますので、とても便利ですね。まあ、コメントとしては、秀才万能型ということでございます。で、第2のコースがですね、GoPro Hero 11ですね。いわゆるアクションカメラの王道カメラですね。まあ、こちらと Web ユーティリティを入れてテストをしてみました。出身国は、まあ、アクションカメラ。 タイプとしては、まあまあ、堅実お固めという感じでございます。まあ、特にはね、えー、特にないんですが、画角の調整のみしかできないという感じですね。まあ、こちらもカメラ性能は 4K なんですけれども、まあ、実際の、ね、入力ベースだとどれくらいになるのかちょっとわからないですね。はい、そして、つながりとしては USB-C、C まあ、有線ケーブルでつなぐという感じですね。 全体的なコメントとしては短霊ということでね。まあ、タンというかね。えー、お堅いというかね。まあ、武骨というかね。まあ、これしかできないというかね。まあ、そんな感じでございます。そして3コース目がアクション3ですね。こちらも出身国はアクションカメラということでね。えー、GoPro とね、まあ、張り合ってるカメラですね。まあ、価格的にはアクション3の方がちょっとお手頃と。 いう感じになってます。タイプ的には、まあ、基本に忠実という感じでございます。特技はですね、やっぱり露出とか画角とかホワイトバランスとかですね、まあ、そういったものがカメラ側で調整できるということで、非常に基本に忠実にできるという感じでございます。 で、こちらも 4K 対応なんですけれども、実際に PC にちょっとね、接続してウェブカメとしていくとなると、どれくらいの出力はちょっとわからないですね。はい。つながりとしては USB の C 型という感じになります。コメントとしてはね、やっぱりバランス型。単体でもちょっと使えるのでね、まあ、非常にバランスがいいんじゃないかなと思ってます。4コース目としては eMeet ですね。 こちらが HD の1000と8 0 p ということで、まあ、標準的な Web カメラでございます。出身国はウェブカメラ代表ですね。タイプとしては、Web、まあ、カメラの純正なので、まあ、特にね、大きなことが何かできるということではないですね。まあ、特にも特じないと。そして入力性能は当然 HD になりまして、つながりは USB の A でね、 えー、つなぐタイプになります。まあ、コメントとしてはね、えー、標準なので、ここを、まあ、中心にね、考えていければと思います。はい、それではね、各ページをちょっと確認していきたいと思います。まず、エポックシーカムですね。こちら見ていきたいと思います。はい、こんな感じですね。 えー、スマホをウェブカメラに変身ということでございます。一応ね、iPhone とかをこうやってマウントしてあげると、まあ、専用の、えー、アプリをですね、iPhone に入れてあげると入力ができるというタイプですね。ステップとしては単純でございます。エポックカムのアプリを入手して、してコンピューター側には、えー、カメラハブ、 というコンピューターソフトをですね、えー、入れてあげると。そして無線と USB でつなぐという感じですね。で、主な特色としては、まあいろんな設定ができるんですよね。はい。これは後で見ていきたいと思います。えー、そして GoPro ですね。GoPro の方は、えー、基本的にはこういったアクションカメラの、まあ、王道になってまして、 単品で買うと、いくらだ ?72000 円ですか。はい。まあまあ、ちょっとこれだけ買うっていうのは、高いですが、まあ持ってる方はね、ウェブカメラにもなりますので、とのもね、今回の動画で見ていただければと思います。はい。そして、はい、GoPro をウェブカメラとして使用するためには、Windows ユーザーの場合には、PC 側に専用のソフトを入れます。 そして、ウェブカメラ側は何も入れなくて大丈夫ですね。そして USB でつなぐと。はいそして、アクション3ですね。こちらも基本的にはアクションカメラとなってまして、まあ、こんな感じでバイクとかねアクティビティにつけて撮影するタイプのカメラです。 ウェブカメラ用ではないんですけれども、まあ、アクションカメラ3を持ってればですね、えー、ウェブカメラとしても使えるので、まあ、非常に便利かなと思っております。<noise> アクションカメラ3のですね、ユーザーマニュアルを見てみますと、ウェブカメラとしては20ページ目に載っていますね。 はい。ウェブカメラという機能でございます。アクション3はパソコンのウェブカメラとして機能しますということですね。こちらはね、いいのはね、専用のソフトとか入れないで、まあ、そのまま USB 繋げばですね、ウェブカメラになってくれるっていうのが1点目。で、もう1つはですね、ウェブカメラでありながら録画ボタンが押せるんですよね。ですので、ウェブカメラで撮影しながら、えー、録画も同時にできるっていう。 形ですねまあこれちょっと便利かもしれないですね。あとは3番目としてはカメラのねパラメータ露出とかホワイトバランスとか画角 FOV とかが定できるっていうことですね。まあアクションカメラとしてもいいですしなんかウェブカメラとしてもなんか機能をね標準で入れてるって感じでアクション3なかなかいいんじゃないかなと思っております。まあ eMeet の <noise> 方はね、ちょっと普通のものなんですが、どんなものかっていうと、まあ、普通のウェブカメラですね。はい、で画角の方、画,画質の方があ200万画素ということで、マイク内蔵してますよという形でございます。で画角としては96度という形でございます。ということでね、まずは iPhone の14ですね。 はいまあ、こんな形で、そしてソフトの方を、でソフトの方はこれですね、これをこう立ち上げると、まあ、こんな感じで、えー、w i f i で接続中って出ますね、はい。これちょっと横向きにして、はい、こんな感じで横向きにすると、パソコンの方がどうなるかというと、ちょっと。 見てみたいいと思います、えー、パソコンの画面はこんな感じですね。ちょっと時計邪魔ですね。えー、まず入力が、えー、今 iPhone から来てますよと。あとレンズについてはこれが標準かな ?1。で、ズームの3。はい。して、えー、0.5という感じになりますね。であとは拡大・縮小もこれでできるし、まあ、明るさの調整もね。 ここでできるようになっています。あとはコントラストもねこう少しいじれますしこのサイドがいじれるって結構いいですよねちょっと色味がね、えー、ちゃんと出てくれるっていうのはいいかなと思ってますでその他に AR レンズとしてね、えー、例えばブラックホワイトってやるとこんな白黒で演出をしてくれたり あとはね、VHS っていうのをやると、なんか昔のね、VHS 風にやってくれるというレンズもついています。あとエフェクトは、えー、左右反転。あ、今上下反転でしたね。そして左右の反転もできるという感じでございます。ということでね、えー、iPhone14 と Epoch 先ほどは有料版の紹介をさせていただきました大体今890円900円ぐらいだったと思いますねそれでは続きまして、えー、GoPro の 11Hero ですね、まあ、こちらの方を見ていきたいと思いますこちらはですねこんな形で、えー、USB に、まあ、つないで、えー、いきます そうすると、ウェブカムモードっていうのが出てくるので、まあそちらでパソコンにつないでいく感じでございますね。そしてソフトの方は、ネットからダウンロードするんですけれども、こんなね、えー、GoPro ウェブカメラってちょっと見えますかね。はい。まあこちらでレンズモードを広角にしたり、リニアにしたり、 変更することができるようになっています。はい。実際にね、ちょっと画像の方を見てみたいと思います。はい。ということでね、えー、一応こんな感じで、結構綺麗なんですよね。はい。なので、結構 GoPro も Web か持ってる方は Web カメラとして、ちょっと使えるんじゃないかなと思っています。 ちょっとね、これ画角が狭い画角ですけども、ちょっと広くしてみますと、スーパービュー、一番広角にすると、こんな感じですね。はい。どうですかね結構綺麗だと思います。はい。まあ、こんな感じで GoPro の方もウェブカメラとして使うことができます。 そして3番目がですね、このアクション3ですね、こちら。こちらのカメラについては、基本的に接続は、えー、こちらの USB-C でつないでいきますで。こちらはね、便利な点は、特にね、アプリ入れ,ない入れなくていいんですよね。ソフトも入れなくていいので、まあ、非常に便利ですね。もうそのまま USB につなぐと、 まあ、ウェブカメラにしますか、ファイル転送にしますかっていうことが出るだけなんですよね。で、ウェブカメラってやると、まあ普通にウェブカメラとして機能するという形ですね。で、あと先ほどの GoPro の場合にはできなかったんですけれども、こちらね、ここにこう設定マークがあって、これを押すとね、ここでホワイトバランスとか露出とか視野角が変えられるんですよ。 はい。ということでね、ちょっとやってみたいと思います。今、大きく映ってるのが、アクション3で映しているんですけれども、そしてこっちのちっちゃい小窓が、えー、今、iPhone で映しています。ちょっと見づらいんですが、こちらの、例えば、下の画角っていうのを、視野角っていうのをやってみると、えー、ちょっと大きい画面が映、ね、ると思うんですが、今、標準ですが、ちょっと画角を開くします。これで超広角ですね。 でこれが広角で標準と、まあ、こんな感じでカメラ側で入力をいじれるっていうのはちょっと便利ですよねはいでこれで認定やると広角あとホワイトバランスもこちらで、えー、オートとかあとはマニュアルとかねマニュアルでホワイトバランスも調整できるので、まあ、この辺はねちょっと GoPro よりは非常に便利かなと思っております はい、アクションカメラ3についてはまあ、入力も簡単にできますしアプリもいらないそしてこちらの画面でですね、えー、いろんな小設定もですねパソコン側でやるのではなくてカメラのモニターからね操作できるっていうのは非常にいい点だと思います。 こちらがね、eMeet さんのウェブカメラですね。まあ、非常に標準的なカメラになっております。アクションカムとか、あとは iPhone とかを持っている場合には、わざわざこういったウェブカメラを買わなくてもいいという形になります。はい。それではまとめてみたいと思います。えー、ウェブカメラ選手権ということでね、 まずカメラ性能自体は iPhone14 Pro で GoPro の11と Action3 そして eMeet の順になりましたただカメラ性能は iPhone14 Pro がまあ一番いろんな調整ができますけれどもまあ入力ベースでは HD レベルになってしまうということだけは注意が必要だと思います そして調整機能ですね。入力した後の調整機能、もしくは入力する際の調整機能ですけれども、こちらはやっぱりエポックカムのプロですね。まあ、こちらがいろいろできますので、まあ、一番便利かなと思っております。そして私の使い勝手としては、アクション3の方が画面で 露出とかホワイトバランスとか画角とかがね、調整できるので、まあ、こちらの方が便利かなと思っております。GoPro の方はね、えー、パソコン上ではできますので、こちらは好みによるのかなと思っております。e m e e t の方は特にね、設定はできないという形になってます。あとは取り回しですね、については、やっぱり iPhone14 Pro と e p ッ c カ Cam の Wi-Fi? これが一番いいですね。やっぱケーブルで繋ぐとなると、ケーブルの長さに制限されますし、あとは、あのケーブルが映っちゃうんですよね。はい、ケーブルがこう映り込まないようにするためにも、Wi-Fi の方が非常にいいかなと思っております。そしてね、コスパ的には、えー、やっぱりね、e-meet が 3、4000円で買えますんで、これが一番安くて、次がアクション3、GoPro11、GoPro iPhone14 Pro という形ですね。なので、ウェブカメラ専用に買いたいという方はね、ちょっといないと思いますんで、今まで持ってるカメラをね、ウェブカメラで使いたいとか、もしくは、ウェブカメラも使いながら、アクションカメラもね、欲しいという方には、ちょっと参考になるのかなと思ってます。 そして使い勝手の方は、まあ最終的にはね、やっぱり iPhone14 Pro と b ックカムが w e b カムとして使うには非常にやりやすいなと思っております。っていうのも、OBS のソフトに入力をしようと思った時には、1点目はね、やっぱりいろんなこう画角、画質、あとコントラストが事前に調整できるっていうのがいい。 でもう一つには、やっぱり Wi-Fi なので、あのアップで撮ってみたりね、ちょっと離して撮ってみたり、まあ、定点で撮ってみたりと、まあ、自由にですね、その設置場所がその時その時で変えられるというのは非常に便利だと思います。<noise> ということでね、今回ウェブカメラ第1回目の選手権はですね、iPhone14 Pro プラスボックカムの Pro ですね。 ま、こちらで決定したいと思います。はい。今回も動画ご視聴いただきましてありがとうございます。えー、コメント、グッドボタンいただけたら非常に励みになります。今回もご視聴大変ありがとうございました。